始め。はい、どうも、アキトントンです。今回は、頭皮中高っていうことでやっていきます。で、頭皮中高やねんけど、頭差数列の時にも頭差中高っていうのをやったと思うねんけど、そんな感じで、数列 ABC がこの順番で頭皮数列の時っていうのは B の2乗イコール AC っていうこういう式が成り立つねんな。で、これっていうのもよく、使ったりするからもう覚えてる人は多いねんけど、これの、なんでこうなるかっていうのの一応証明として、やっていくわ。アキトントン。で、多分めちゃくちゃすぐ終わんねんけど、これ簡単で、頭皮数列の公比を R とするやん。そしたら、B っていうのは A×R やんな。前の項に R をかけたらできるやん。OK? で、次の C っていうのは B に R をかけたやつ。で、B っていうのは AR やから AR の2乗ってなるやろ。ってことは、その B を挟む、2つ A と C の掛け算っていうのは、A×AR の2乗ってなるやん。ことは A の2乗、R の2乗ってなって、AR の2乗になるやろ。で、今その AR っていうのは B なんやろ。ってことは B の2乗ってなるから AC は B の2乗と。OK? B の2乗は AC ってことな。いける?真ん中の数の2乗っていうのはその両サイドの掛け算で表されるっていうのは、まあこういうのもよく使うから覚えておいてください。で、ついでに、等差中高の場合、等差数列が ABC で並んでた時どんなんやったかなっていうのも復習のため思い出してほしいんだけど、等差中高は 2B イコール A プラス C な。OK? 等差数列やから足し算。等比数列は掛け算な。OK? ということで分かれんな。掛け算やから B の2乗。足し算やから 2B と。AC、A たす C な。はい。はい、今回こんな感じです。どうでしたか?まあ、頭皮中高パッて終わったけど、パッて終わるには結構重要なところやから、皆さんぜひ覚えてください。まとめの音です。行動が良かったと思ったら、高評価の人はチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。で、数学 B、今数列見てる人、数学2も上げてるし、高校1年生の数 1M も、動画あるのでぜひ見てください。チャンネル登録してね。バイバイ。